皆さん、こんにちは。とりとりチャンネルの、とりのすけです。前回の動画で、しば家による3度目の滅亡を成し遂げたわけなんだけど、今回も、諦め悪く、終わり統一シナリオの終わりしば家で、プレイを進めていくよ。そして、前回の動画の最後の部分でも言ったんだけど、今回のチャレンジでは、アプローチを少し変えることにするよ。今までは、斎藤家に初手で侵入して、東側を、斎藤家、織田家の防壁で固めながら、西に向かって勢力拡大していく、という戦略をとっていた。ただ、このやり方だと、1556年5月頭に起こる、斎藤家と織田家の手切れ以降、織田家による東からの圧迫を避けられない。まして、領土の西側で六角家と接していた場合、織田家と六角家のサンドイッチになり、体力をすり減らしてしまう。やはり、織田家を放置して西に向かうのは、得策ではない気がするのだ。そんなわけで、シナリオ開始時に、斎藤家に対して初手侵入を行って以降は、ひたすら内政に注力して、約1年。そして、1554年3月、今川の大軍が、織田家の鳴海城に襲いかかる。これまでの芝家チャレンジにおいても、大体1554年中に、今川家が鳴海城を奪いに来てた。この時、織田家はもちろん総力戦で鳴海城の防衛に当たっていて、斎藤家の方も、ほぼ全ての城から援軍を出してる。つまり、今斎藤家と手切れをすれば、斎藤家に邪魔されることなく、無防備な背中を晒している織田家の、隙をつくことができる。というやり方を考えて、実際に、それも一度試してみたんだけど、前年のうちに織田家と同盟を結んでいた武田家から、織田家をいじめるなって、横槍が入っちゃったんだよね。そんなわけで、今が千載一遇の好機っぽいんだけど、ここはあえてのスルーでいくよ。ことを始めます。感謝いたす。その後も、斎藤家からの援軍要請などには耳を貸さず、ひたすら国力の強化に勤しむ、しば家。そして、シナリオ開始からおよそ3年弱が経過した。1556年1月。伊勢支配を強化してきた六角家が、ついに長島城までその触手を伸ばしてきた。本願寺が足利将軍家に仲介を頼まない限り、長島城の陥落は、避けられないだろうな。その後、長島城は4月末に陥落し、5月の頭には、イベントで、斎藤家と織田家の、婚姻同盟が破綻。この時点で、芝家が抱える兵は1万人を超えており、織田家の兵力、5000を、大きく上回っている状態。今回のチャレンジを行う前に、何回かお試しでプレイをしてみた感じ、清洲城の兵数が、織田家の総兵数を上回っている限り、織田側から攻め込んでくるってことは、ないっぽい。そんなわけで、この後も引き続き、清洲城に引きこもりながら、兵数を増やしていくよ。そしてなんと、そのまま苦節、4年弱。1560年、運命の年がやってきた。清洲城の兵数は、1万7000を超え、ここ数年、織田家の総兵数を、4000程度上回る状態が続いていた。そしてここで、長年沈黙を保ってきた今川家が、突如名古屋城に向けて進軍を開始する。その兵数は、総勢約2万3000。対する織田家側は、全く兵を動かさず。名古屋城に今川軍が取り付こうと、梅雨ほども動じる気配がない。ちなみに、この時の今川軍を率いているのは、この世界では織田家を士官先に選ばなかったらしい、木下秀吉である。そして、信長のこもる名古屋城攻城戦が、この後しばらく、続くことになる。それから約、1ヶ月半後。指物名古屋城も、ついに陥落の時を迎えようとしている。そして、なぜか今更このタイミングで、犬山城から佐久間森重隊が撃って出てきた。名古屋城はすでに陥落し、今川軍も依然として7000名近く兵を残している。こんな無謀な突撃に、何の意味があるんだろう。そう、思った時。まさに、青天の霹靂と言うべきだったろう。1560年5月になったタイミングで、あのイベントが発生。どうやら、このイベントが起こるように、1560年を迎えるまで、今川家は動かないようにプログラムされてるっぽい。まあともかく、こうやって桶狭間イベントが発生して、今川義元が亡くなり、織田家は鳴海城を無償で取り戻した。なぜか、名古屋城は今川に落とされたままになってるんだけど、耐久度はボロボロの状態なので、すぐ奪還されるに違いない。さて、そして、シナリオ開始から、約7年。待ち望んでいたタイミングが、ついに到来した。今こそ、終わりを私する織田壇上の中家に正義の鉄槌を下し、終わり主を、武英家の栄光を取り戻すのだ。そんなわけで、まずは、かねてから、援軍を依頼するべく、信用度を上げていた斎藤家に、犬山城攻めのための援軍を借りる。
先代の道さんが当主であった頃は、神殿依頼を断ったりもしていたけど、義達が斎藤家を仕切るようになってからは、意図して良好な関係を保っているよ。まずは犬山城攻めのため、名古屋勝安に約6000の兵を預けて出撃させる。これで、斎藤援軍と合わせて、三方から犬山城を囲むことになるから、差し物犬山城も、瞬く間に陥落することになるだろう。時間を進めると、予想通り、名古屋城があっさり織田家に奪還された。ただ、やはり耐久度は低いままなので、この後期に乗じて、名古屋城を攻め落とす。当主、芝義宗率いる約1万の部隊と、岩倉州、川波州の黒人部隊2つを出撃させた。対する織田方は、鳴海城から、丹羽長秀率いる約1400名の部隊が出撃してきたが、これはもう、数でゴリ押ししてやろうと思う。川波州は撃破されてしまったものの、丹羽長秀隊をほぼ壊滅させ、犬山城の攻城戦も、じわじわと進行中。小詰の芝義兼隊と共に、二方向から名古屋城の攻略を目指す。とそこに、今度は柴田勝栄隊がやってきた。さすがというか、キルレが5対1くらいで負けまくっている。だが、この時のために、大量の兵を用意しておいたのだ。ものすごい損害を出しながらも、柴田隊を追い返した。だが再び、柴田隊がわんこそばよろしく鳴海城から出撃。これは、ちょっと、まずいかも。犬山城の攻城戦も、全然進んでないし、名古屋城の方も、わんこそば柴田に兵が削られまくってる。さっきから、三河の松平領に、武田軍が進行しているのがチラチラ見えてるから、さっさと名古屋城を落として、鳴海城攻略に取り掛かりたいんだけど。そう思って強行に切り替えてみたら、一撃で300以上の兵が吹き飛んだ。まずいまずいまずい。兵が溶けてなくなっちゃうよ。おとなしく包囲でじわじわ攻め落とすしかない。一方の犬山城はというと、残りの耐久度が3440。一日あたり43しか耐久度を削れていないので、このままでは腰病老が先に切れる。どこかのタイミングで、こっちも強行に切り替えないといけないな。その後、岩倉州を再び出陣させ、名古屋城の攻城戦に参加させた。すると、またしても鳴海城から救援の部隊が出張ってきた。わんこそば柴田、しつこすぎる。相変わらずめちゃくちゃ強い部隊だけど、ギリギリ数で押し切れそう。そして、柴田隊が解散してから、数日後。城を制しました。ついにようやく、名古屋城を陥落させた。織田家に一矢報いることができたぞ。信長の叔母だという、お通夜の方を捕縛したものの、登用はできなかったので、解放しておいた。それから約半月後、名古屋城を攻めていた部隊はすべて騎乗させ、犬山城を強行し、撃って出てきた信長隊も壊滅させ、多大な犠牲を払いながらも、ついに、犬山城を陥落させることに成功。これで、織田家の城は、残すところ鳴海城のみとなった。お、秀浦森清が配下に加わったぞ。いつの間にかこんなところまで流れてきていたらしい。まだまだ登用できない将の方が多いけど、今回の攻城戦で、4名の武将が手に入って、少しずつ人材が充実しつつある。あとは、鳴海城もしっかり内側として、織田家の人材を、取りはぐることがないようにしないとだな。その後、清洲城の兵を回復させながら、鳴海城攻略のタイミングを伺っていると。松平家の安城城救援のため、信長隊が兵を率いて、鳴海城を後にした。これは、大チャンスなのでは?と、思ったんだけど、この時は、信長隊によって、比較的すぐに武田軍が蹴散らされてしまったため、信長の留守中に鳴海城を襲う、ということはできなかった。ところが、それから1ヶ月もしないうちに、鳴海城に対する破壊工作が成功し、さらに、斎藤家の援軍を借りる準備も整ったタイミングで、武田軍が再び安城城に向けて進軍を開始し、信長隊も再度救援に出撃することとなった。今こそ、鳴海城を落として、織田家を滅ぼすとき。斎藤家から援軍を借りて、万全を期して、鳴海城攻略に向かう。清洲城の兵もだいぶ回復してきたことだし、鳴海城攻めの兵が足りない、ってことはないだろう。鳴海城攻めの途中、斎藤家当主、義達が、亡くなったりするという事件もあったものの、城の包囲は比較的スムースにことが運んだ。結果として、律儀な信長隊が、安城城に張り付いているのを尻目に、攻城戦は順調に進行。そして、シナリオ開始から約8年後の、1561年、4月。城は我らのものだ。鳴海城が陥落し、織田家最後の城を、柴家が手に入れた。
これにて織田家は滅亡と相なりまして、織田家家臣団は柴家がごっそり手に入れることとなった。ちゃんと登用できるかな？よしよし。信長以下23名の登用に成功し、登用できなかったのは森吉成他4名だけだった。つうか、森吉成以外3名とも女性。ゲーム内でも女の子にモテないらしい。ピエン。つうか、貴重なんて信長の妻じゃねえか。信長が見限られたのか、それとも時間が経てばぬるっと悲観してくるのか、ようわかりませんな。その後、織田家最後の城であった鳴海城には登用したばかりの信長を城主として配置、今後は我が柴家のため存分に働いてもらおう、その他適当に領主も設定して芝領東側今川武田のための備えとした。ちなみに芝領の東側三河の様子はというと、おそらくは武田家からの援軍の力を借りて、今川家が早くも本拠岡崎城を松平家から奪取している状態。できれば松平、括弧徳川家臣団も手に入れておきたいから、頃合いを見て三河まで進攻するのもありだな。幸いなことに芝領の西側六角家とは柴家の主家である斉藤家が同盟を結んでくれている関係で、攻められる心配がない。というわけで、安城城攻略のため武田軍がいい具合に群がっているタイミングを見計らって、当主柴吉宗か約2万の大軍を突っ込ませてみた。この合戦で武田軍を追い払って、その勢いのまま落城寸前の安城城もかっさらうつもり。敵軍には真田幸隆、信綱親子や富士見の馬場美濃も参戦していたけれど、最終的には和則を生かしてゴリ押しで押し切っての勝利。相変わらず合戦が下手なままだけれど、とりあえずは勝ったからよしとしよう。うむ、被害兵数が敵軍と対して変わらないというのは、やはりまだまだ合戦が下手っぴである証拠。今回も信長隊と出浦隊に救われた感じだな。さあ、威風が吹くぞ。我らが勝利を振り回るのだ。今回は武田軍との戦だったから、安城城周辺の武田の支配軍だけがひっくり返った感じだな。威風弱だとはいえ、あんまり軍が取れなかった。まあでも、これで周辺の邪魔者はいなくなったから、このまま軍を進ませて、安城城を落としてしまおう。三河の地に共闘法を築くのだ。そうして、安城城の攻城戦がスタート。兵数が多いからって、強行仕掛けてるけど、1日あたり300名以上溶けてるんですが、もう少し兵士を大事に扱ってはくれまいか。そしてもう一つ、納得できないのは、ちょっと見えにくいけど、安城城の西側にある軍の制圧に、信長隊が手間取っている件。お前自分が大名だった時は、秒で軍制圧してたじゃねえか。どういう仕組みになってるのか、よくわからんな。軍の即時制圧は、覇王特性によるものっぽいんだけど、発動条件とかあるのだろうか。なんて、悩んでいたら、松平家の安城城が陥落。よしよし、これで三河攻略のための拠点が確保できた。とりあえず、減ってしまった兵士や兵糧を回復させるため、一旦騎乗して、内政に努めることにするよ。はい、そんなわけで、今回の動画は、キリもいいのでこの辺で終わりにしようと思うよ。これまでのチャレンジとは、ガラッとアプローチを変えて、織田家滅亡、終わり統一を果たした、柴家。織田家の人材をほぼ丸々引き継いだことで、ゲームクリアに向けて、スタートラインに立つ資格を、ようやく手に入れることができた、って感じ。ただ、未だに斉藤家に心中したままだし、東は今川武田、西は六角と、大勢力に囲まれていて、今後も苦難の道が予想される。この苦境を乗り越え、足利一門たる、柴武衛家の威勢を取り戻すことができるのか？今後の展開を、お楽しみに。それでは、次回もよろしくお願いします。鳥の助でした。